こんにちは、東海市民の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は東京都の小岩に来ておりますということで、小岩で安くお酒が飲めるお店が多いみたいなんで行ってみたいと思います。こちら行きたいと思います。さくらさんです。行ってみたいと思います。瓶ビールを注文しました。こちらの冷蔵庫の中から自分で取るようでございます。札幌黒ラベルを飲んでいきたいと思います。こちらの栓抜きで自分で開けまして、グラスは用意していただきます。ちょっとこれ動画撮りながら栓抜きで抜くの難しいんですが、こうして開けまして、こちらのグラスに入れていきましょう。さくらさんは先ほど聞いていただいたかもしれませんが、お店に入るといらっしゃいませとかそういう感じではなく、お帰りと言っていただきます。さあ、それではビール飲んでいきましょう。美味しいです。さくらさんは立ち飲みスタイルになっている席が多く、周りの方なども気さくに話しかけてくれます。ビールを継ぎさせていきましょう。でお店の中の料理はこういった感じで、大皿に盛ってあるものを注文することもできます。この大皿のものは何があるかというのは違うと思いますが、一番最初はレバニラ炒めを注文しました。電子レンジで温めてもらいまして、いただきます。このレバニラ炒め美味しそうです。これは美味しかった。グッドポーズ。これにやっぱり今はですね、何か注文したものが来ました。お店の中はこういった雰囲気になっておりまして、お店の雰囲気を見ていただければと思います。サバの味噌煮とかも今日はこの日はあったようでございます。あと卵焼きでございます。でメニューもこういっていろいろな飲み物のメニューなどが書いております。でビールを飲み続けていきましょう。で先ほど来ましたつぶ貝でございます。2個で260円だったかと記憶しておりますが、こちらを食べていきましょう。なかなかですね、これを動画を撮りながら撮るのは難しいわけでございますが、ちょっとカメラを置いて撮っておりますので、低いところから映っておりますが、やっぱりお酒を飲みながらつぶ貝とかこういうおつまみ最高に美味しいですよね。これを食べていきましょう。昔から総武線の小岩駅周辺にはこういったお店があるというのはよく聞いてはいたんですが、こんなにいい感じの雰囲気のお店なんだなというのは知りませんでした。このつぶ貝食べて美味しかったです。グッドポーズ。これにもちろんビールがよく合うわけでございます。ビールを継ぎ足していきましょう。この日はお酒はビールとそれ以外何か飲んでいきたいなと思ったんですけども、後ほど出てくるわけでございますが、その前にこのつぶ貝の汁も飲んで、これにもやっぱりビールがよく合うわけでございます。後ほど出てくるんですけども、このビールとですね、何か飲むもう一つの飲み物はチューハイを飲むことにしました。というのもですね、チューハイがこの日だけなのかいつもなのか分かんなかったんですけども、なんと100円で飲めるということでしたので、チューハイ飲んでいこうと思ったわけでございます。で隣の人ともですね、今なんとなく話しているのを聞いていただけたかと思いますが、隣の人といろんなことを話しながら飲んでるっていう雰囲気もなかなかいいもんでございます。でお店の雰囲気が面白いからですね、なんか笑ってしまっておりますが、こういった感じでレバニラ食べながらビールでございます。そうなんですよね、何の乾杯なのか分かんないんですけど、なんかみんな乾杯してるっていう感じです。でこれがネギ入りの卵焼きでございます。普通の卵焼きもあったんですが、ネギ入りもあるということでございまして、この大きな卵焼きを切って出してくれるという感じです。これ美味しかったですね。これ確か150円だったと思います。この値段設定は間違いなくせんべろ的な感じです。でこちらハイボール、これがハイボールじゃない、ごめんなさい、チューハイでございます。これがなんと100円でございます。いろんな割り方あるんですが、他の割り方とかだと200円だったと思いますが、あのプレーン味で十分です。この柔らかくてトロトロの卵焼きに余ったビールを飲み干しまして、そして続きましてゴーヤチャンプル食べていきたいと思います。ゴーヤと卵、それから沖縄風のお肉、スパムではなかったです。何て言うんでしょうかね、コンビーフは馬肉ですけど、ハッシュドビーフっていうんでしょうか、そういった感じのお肉が入っておりました。これにチューハイがよく合います。最高です。よくゴーヤチャンプルがなんか中
中半端にこう関東で食べると醤油ベースみたいな感じになっちゃってるのがあると思うんですけど、そうではなくてちゃんとカツオだし風味のゴヤチャンプでした。で今枝豆が出来上がったようでございます。ということでこのまま飲み続けまして、今回はビールとシューハイいただいていろいろなものを食べたという感じです。グッドポーズ。じゃあどうもありがとうございました。お世話もない。ありがとうございます。どうも。お世話もない。はい、ということで行ってきました。今はですね、6月の9日だったかな、6月6日で、かなり日は長い時間なんですけども、今日は7時半ぐらいまで飲んできまして、空はだいぶ暗くなってきました。ちょっとカメラではだいぶ暗く見えてるかもしれないけど、ということでね、今日は後ろのさくらさんへ行ってきました。小岩でね、さくらさんっていろんな方が YouTube の動画とかで撮ってるんですけども、結構小岩が家から本当に総武線で1本で来れるから近いんでなかなか来なかったんですよね。でも結構ね、早い段階からこう来た方が良かったなっていうぐらいいいお店だった。なんかね、西成とかに行くよりももう地元もうちょい攻め、地元っていうかもう近所をもっと攻めなきゃいけねえだろうっていうような感じで、すごいね反省してます。ここはいいね、いろんな料理が多分日替わりでこうなんか作ったものをそういう風に置いてあるような感じもあって良かったです。いやここはねちょっとまたぜひぜひ行きたいなと思います。ということで今回はさくらさん、YouTube で見たけど、お酒を飲む人だったらYouTube で見る以上にいいお店だから、いろんな方の YouTube で見る以上にお店だから、来た方がいいと思います。ただちょっと周りの方とのねコミュニケーションがないっていうかね、ないっていうかありすぎるから、コミュニケーションをするのが嫌な方、人と話すのが嫌な方はちょっと向いてないかもしれないけど、でも私とかはねこういう機会を、その雰囲気を楽しみたいなって感じがあるんで、今回は来てよかったです。ありがとうございました。本当にまたぜひさくらさん本当に来たいと思います。ありがとうございます。